これ、はい、ジン、はい、あ、お前らが決まってるんやな、あなた、お前らが杉本です。ガチャピンさん名前聞こえちゃう、視聴者です。杉本くんです。今日からね、今日から新人で、はい、カメラマン兼編集だ。はい、そうです。だから2人だな、もう1人のあのアンチ野郎と。アンチ野郎、あいつなんだ、アンチ野郎だね。アンチ野郎ずっといますもんね。こっち見るのあいつ、あいつも用済みだわ。まあ、たまたま同級生なんだろ。そうですね、ちょっとした知り合いというか学校が一緒だったからな。そうですね、学校が一緒で。そう、何する、あなら、あなら、学生の頃、杉門って呼ばれてました。杉門って、そう、はい、じゃあ、モンですよ。モンちゃんですよ、モンモンですよ。モン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 だとまた意味が変わってくるんですね。全然違うみたいな。杉門、おい、杉門って、杉門モン、杉門モンで、杉門モン、杉門、大丈夫か、モンモンでいいんじゃない。視聴者に聞いてみようか、視聴者に決めてみようか。はい、あ、いいですよ。どれがいいか。で、顔顔顔つっていいの？あ、そう、大丈夫ですよ。カメラ貸して。マスク取れよ、お前。いや、マスク、じゃあマスクから必須で。なんでなんで。そんなもん、活動するんだもん、めっちゃ熱いですよ。おー、やばい顔してる。あ、もうダメです、もうダメです。はい、顔してる。まあ、杉本こと杉本が、今日ちょうど今、5時半。5時半です。お前が今こっちおるもんで、はい、まあ、あの静岡県はちょうどもう6時までじゃん、6時までですね、ルーティンがね、はい、で一応まあ残業できるだけなくしてやっていこうっていうことで、はい、今静岡県におるんで、まあ、お前の挨拶がてら行ってみようか。足場流でいいんですか。足場流、新人が来たら足場流のその出迎え、通り出迎えいいですか。まあ、足場流の出迎えしてみてよ、多分2時間でやめちゃうよ。2時間でやっぱりやめさせていただきます。くぐらかの道がありますからね、足は。正社員だよな。で今後もう普通に毎日出勤だもんな。そうですね、普通に、うん、でまあちょっとこれから、まあ、多分登場してくることも多いと思うし、はい、まあちょっと挨拶があったらちょっと行きましょうか。はい、さあ取材置き場行くけど、はい、どうなんだろう、今日みんなおるかな。今日みんないるんじゃないですかね。もう帰ってきてる。もうみんな帰ってきてますね。最近なんか今週なんか全然会ってないイメージだな。もう終わってないですかね、下手したら。あ、もう終わってる、下手したらっすね。まさかの言って誰もおらんっていうパターンある。電話した方がいいですか、一回。まあ俺が電話してみようか。いいっすか。運転手に電話できんよ。はい、運転手に電話できんよ。まあそうですね、そこだけあのカットしてもらえたら。うちは運転中電話しないだろ。はい。運転中電話はもちろんだろ。電話しないです、飯食うぐらいですね、運転しながら。それ言っちゃいけないですよ。じゃあちょっとマッチョにかけてみようか。はい、ちょっとね、視聴者の皆さん、辻マッチョっすね。じゃあ、あいつのマッチョの電話番号は070160。 2000円払うんで。そうなんだ、ただでいいぞ。はい、おはようございます、リュウジ。はい、お疲れ様です。まあ、ドバおる。はい、ドバおる。あ、ドバいます。あ、ほんと。じゃあちょっと行こうかな。あー、了解です。カメラマン、新人カメラマン連れて挨拶に行くわ。あー、了解です。足場流の挨拶しちゃってくれ。足場流の挨拶。地獄の足場流挨拶、行ってみよう。まあ、とりあえず行くわ。あー、ありがとうございます。うん、よろしく。はい、失礼します。おるわ。いますね。いや、でも多分あれっすよ、多分ハウスにいて、うん、で、やべ、社長から電話かかってきたっつって、外出ろ、外出ろ、外出て、リフトの横にこうやっちゃう。そんなお前みたいなやつばっかじゃねえぞ、お前。いや、全員多分僕の背中見とるんで、全員そういうやつですよ。そう、僕の背中を見ていいっすよ。それまずいっすね。それまずいっすね。それまずいっすね。っていうやつじゃないよ、お前は。それまずいっすね。何も反応できんもんな。行って取材置き場までどれぐらい？まあ、うちでちょっと本社事務所から結構あるんですよ。この夕方だとまた5時6時混むでな。そう、向こうから来るときはもう30分ぐらいで、うん、こっちからだと20分、まあ、25分ぐらいですかね。結局飛び島って言ってさ、あの湾岸の方になんかいろいろ会社があるんだよな。はい、名古屋港とからへん。そうですね。で、あの辺がもう5時6時に一気に帰ってくるもんで、すっごい渋滞だもんな。めちゃくちゃ渋滞するっすね。そうそうそう。まあ、でも今日から入って、もともとカメラの仕事はやっとったんだろ。そうですね。編集はあんまり大学、その学校、専門学校で覚えてない。編集は、そうですね、1個前の会社でちょこっとやってました。あ、今前の会社のもう1個前で。そうですね。あ、で、そこでは編集もやってたんだ。はい。で、前回の会社はカメラメインで。カメラマンで。はい。カメラマン、もうそれ専属で。もう専属みたいな感じでしたね。もうそれが好きなんか。
そうですね、楽しかったですね。はい、着きました。おー、ごとっていいやマッチョじゃないですか、あれ。あれ、マッチョ、あ、トシ君だよ。トシ君です。もう終わってるか、あと1年ぐらいか。あと1年ぐらいです。行ってみようか。着きました。掃除機使いたかったんです。バッテリーなかったの。今日は機嫌悪いんか。え、あ、機嫌悪いな。ジョエス、ジョエス、機嫌悪いの。なんかトシ君機嫌悪いじゃん。大体わかる。機嫌悪いね。掃除しとったんか。俺が来るまで掃除しとるもんね。いやいやいや、あいつはここで掃除しとるよみたいな感じだわ。知らなかったです。あ、今度消えに来るわ。お願いします。杉本です。もう誰だよ。誰よ。俺協力してよ。忙しいか。明日の工程か。いや、来週。は？来週の分です。来週の何？工程表作って。はい。あ、そう。ちょっとなんかこいつだってよ。信じない。信じ。足場流の足場流の足場流の出迎え仕方って言ったらどうだろう。暴力だろ。暴力。入社おめでとう。暴力かける。暴力。僕は暴力強いです。はい。嘘。教えたよ。入社おめでとうですから。はい、入社おめでとう。ヘルメットお前、俺？違う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 、俺ちょいって仕事してこっち喋ったってよ、お前。仕事名前なんて言うんですか。いや、杉本のことだよ。恥ずかしそう。杉本だったっけ。いい名前ですね。あ、いい名前です。何、お前、何こいつ大人になっちゃったの。なんか変な大人になったら、いい名前ですねとか言って。ちょっと一回、アンチに一回叩かれたんじゃないですか。あ、アンチに一回叩かれたんじゃないですか。経験した、大人になった。ああ、そういうことな。この間延長したもんね、お前な、酔っ払って。それからちょっと大人しくなった。いけること言われましたね。あ、お前そこで強くなるんだ、人間は。まあ、ライブの時強いけどな。ライブで飲んだんだろ。足場の月一の飲み会の時、やばいって。今日飲み行こうぜ。え、いや、今日なんで。今日のミーケンの違う。なんで。必要手があります。誰と。女が。女。映画見に行こうか。誰と。一人で。いや、友達と。男。女です。あ、女です。なんでお前その格好つけてるの。そう。じゃあ女が頑張れて3人に行こう。鬼滅の刃。鬼滅の刃もう見ました。あ、見たっす。女で。見たの。はい。じゃあそんなお前映画好きなんだ。映画好きです。女の子3人に行こう。俺も映画好きや。奇遇だね。社長、僕来週行ってきます。誰と違うこと。え、いや違う違う。いや、まずい、市長が聞いてますから。じゃあちょっと、じゃあ新人に一言ないの、お前。宣伝の一言は。宣伝ですか。宣伝、宣伝。いや、やめように頑張ってください。俺の直属はみんなやめてく。そうそう、すぎて、お前なんだそれは。言い方は、これ。そう、俺の直属がかわいそう。いや、かわいそうじゃないですか。それは普通ですけど。それが普通ですね。他のとこが甘すぎるだけだろ。はい、そうだぞ。甘いんだ、みんな。俺の下来たら最悪とかいう、そういう世界じゃない。俺の下来たら成長できるんでいいやろ。そうです、ね。お前、チケやろ、お前。いいとこかな、どうも。あ、まずは今日俺んち泊まれや。な、まずは俺んち泊まれ。マジですか。あいつ相手してくれんだよ。今日はお前だ。あいつ相手してくれんだよ。あいつな。あいつに。マッチョ行くか。足の半流の歓迎しちゃって。あ、せいって。間違えて視聴者がそれを真っ白飲んで。イケメンが暴力を受けて。イケメンが暴力を受けて。だめ、それでない。そこはない。お前最近イケメンのせい意識してんじゃねえぞ、お前。してない。してるやんけ、お前な。はい、レジ。はい、新人。足張りの歓迎しちゃって。何回も集まってますよ。今日も新社員。あ、そうだ。今度新社員。伊藤はどこ行ったんですか。伊藤だってもう編集だ。ダメだ。
足寄りは、はい、そうすると閉まらんだけどということで今日お前がバラーンってやってカメラガシャ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 ってでさーって横側で、まあ、こいつが倒れとるとかまた見てーまた見てーとか言って明日からいないじゃないそうそうそうもういいよそれぐらいそれこのやつ消耗品ないよ使い捨て消耗品そうシェルシェル皆さん社員は全部消耗品もう6時ですよ、ちなみにもう6時まで終わらせるんじゃない村じゃない、村6時じゃないあと4分あと4分もう僕あと今度ついてくんだろうあ、今度終わり消耗品でも早く帰らせろこちらこれでいいですか行きますはい、軽石沢沖までの動画ですけど、はい、まあ、またちょっと人が、まあお前も来たもんね、ちょっと人手が足りるようになったら撮影できるもんな。そうですね。またちょっと面白いこと、まあ、親方くんのやつも行ってが撮ったし、はい、また面白い企画もやっていこうと思いますので、はい、チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。グッドボタンもお願いします。建設業、あ、求人道場また見てね。求人道場見てね。また見てね。また見てね。また見てね。撮ってるんですか？